お待たたたせいししましたそれでは第2項のテーマは、まさか自分が大腸癌でございます。当院の外科部長であります、池永正和が講演いたしますので、ご成長のほどよろしくお願いいたします。それでは池永先生、よろしくお願いします。えと皆さん、こんにちは。えっ、ー、と、私立田中病院外科部長の池永でございます。えー、と私はです、ね、この4月に、えー 赴任したばっかりで、皆さんとも初めてお会いするんですけど、まあ、今回のテーマはまさか自分が大腸がんということでお話していきたいと思います。まず、がん治療における三大原則というのが、ね、まあ、ホームページに載ってるんですけど、えーと、厚労省のホームページに載ってるんですけど、ならない、負けない、ともに生きるという三つの柱があると思います。このならないにつきましては、今、えー、前の第1項の西田先生からお話があった通りですね、 まず検診を受けまして、進行がんにならない、その検診というのはです、ねえー、地域の先生方と連携を取りつつ、もしくはかかりつけの先生方と連携を取りつつです、ね、自分の体をチェックしていくということなんです。実は僕、この2番目の負けないというところを今日お話ししようと思うんですけれども、一言言いますと、ありとあらゆる手段を使ってがんをやっつけにかかるというところで、私、外科医ですので、一つ手術があると思います。共に生きる 万が一手術をして、負けないつもりだったけども、がんが再発してきたと、と転移してきたといった場合にです、ね、そこで諦めるのではなくですが、ね、んとともに生きていくと。がんはです、ねえー、と治るがんもありますけども、なかなか治らないがんもあると。そうしたときにです、ね、外科医だけではなくて、消化器内科の先生方、もしくは緩和ケア内科の先生方と一緒になってです、ね、ともに自分の、 ライフスタイルを保持して生きていく、このならない、負けない、共に生きるというのが非常に大切じゃないかなと思います。そこで今日は、まさか自分が大腸がんと、これですね、よく私、外来で大腸がんの患者さん、初めてお越しになられて話します、大概、えー、とご夫婦で来られて、まあ、男性が、旦那さんがですね、がんであった、がんが見つかってこちらへ来られたと、で診察室に入ってこられました。 でめましてこんにちはって言って、じゃあ,、まあ、豊中太郎さんとします、豊中さん、今日はね、なんでここに来たとか、開業の先生、千里中央の先生から聞いてはりますかと言ったら、大概の男性のご主人は、ですねいやー、何も聞いてへんと、分からんと、じゃあ、なんでここの外科に来られたんですかいや、なんかよく分からんけど、意見言われたから来たんやとで大。大概ですね、その患者さんは、ですねもう目、天井を向いて、ですねきょろころしながら、もうあたふたしながら、何も聞いてへんと。 すかさず横から奥様ですね、何言ってんのあんたと、ちゃんと聞いてきたやないのと、ボケてんのちゃうかと、最後のボケてんのちゃうかという言葉がですね、ついてまわります。そうなんですね、おそらく会議の先生が外科へ行きなさいということで、紹介されて、我々のところ来られるんですが、大概ですね、がんと分かって来られてるんですけども、ご本人はそれを会議の先生が聞かれてもですね、もう右から左で、もう。 火もそぞろで来られているということがよく経験しますので、今日お話しする、まあ、短い時間なんですけれども、もし皆さんががんにかかって、手術を受けなあかん、まあ、部位はどこにしてよ、手術を受けなあかん、もしくはご家族ががんにかかられて、手術を受ける、その付き添いで病院に行ったときに、どんな話をされるのかということを、ちょっと疑似体験してもらおうと思います。これを体験しておくと、もしそういったことになっても、目を注目してですね。 きょうく下して、何も聞いてへんということはないかなと思います。さて、今からですね、皆さん、患者さんもしくはご家族です、僕は医者です、普段こんな格好してません、もう半袖のもう、いわゆる作業服を着てやってます、白衣じゃない、もう作業服で。で、そのときにですね、えーまあ、もうかなり距離が遠いので、現場ではないんですけど、そのつもりで、えー、と僕の顔を見ながら、こっちのスライドを見ながら聞いてください。 じゃあね、今からですね、じゃあ何にも聞いてへんって言われたら、う4つの話をしましょう。あなたはなぜここに来られたかと。まず病気のことについてお話し,します。もう一つは、治療手術のことについてお話し,します。手術の合併症のことについてお話し,します。じゃあ、今後どうなっていくかということ、4つについてお話し,していきましょう。まず1つ。 お腹の上書きます。実際こう亀に書いてるんですけど、こんなお腹がありまして、えっ、ー、と、溝落ちがあって、おへそがあって、お股があります。画面の上が頭で足があって、お腹、皆さんのおこうですね。大腸というのはどういうふうになってるかというと、お腹の中にこういう、この字が、あすいません。この字型をして存在してます。この字型をして存在してます。えー、便の流れが上に行くので、この腸を上行血腸、上に行くと書きます。 便が横に行くので横行結腸、下に行くので下向結腸、S 字カーブになっているので S 状結腸、最後が直腸、すぐの腸と書きます、出るのがすぐか入るのがすぐか分かりませんけどこの直腸と結腸、全部合わせて大腸と言います。今回、豊中さん、見つかったのはこの S 状結腸というところに検診で引っかかって、病気が見つかってきました S 結腸と診断されました。 じゃあ、がんといってもですね、皆さん、豊中さん、えー、早期がんといわれるものから進行がんまで非常に幅が広いんですね、幅が広い。じゃあ、何をもって早期というか、何をもって進行かというと、このがんの広がり方なんです、すみません、慣れないもんで。広がり方なんです。がんの広がり方には、そのもの自体の広がり方もありますし、血の流れに乗ってよそへ飛び火することもあります。またリンパの流れに乗って 飛び火するとこともありますこの3つぐらいで、じゃあ、どれぐらい進行してるのかということを判定していきます。大概ここでですね、患者さん、先生、私は末期ですかということになりますが、いやいや、そういうことないですよ、末期とかそんなこと言わんといてください、まずゆっくり説明しますもう、もう、汗ってこんな感じなんですね、患者さんの、もう、息遣いは、ふわーっとなってくると。じゃあ次じゃゃああ次局所の 広がり方はどんなものかというと、腸の輪切りを書きますと、結構分厚くてですね、細かく言うと、この6層ぐらいになってるんですけども、最初、内側は粘膜というところがあって、最後が小膜と、先ほど西田先生のえときれいなビデオがありましたけど、この粘膜にできたがんをきっちり取られてるんですね、ここで勝負できたら治るがんです。これがだん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 進んでくると、やはり上、ここでは取れないので、われわれ外科医の出番になってくるということになります。 今、豊田太郎さんが見つかったのは、この大体これぐらいですね、決して内視鏡で取れるようなぐらいではなくて、ある程度、そこが深くなってきてますし、横にもちょっと広がってきてますよ。じゃあ次、血の流れに乗ってですね、えー、大腸がんがここにできて、できました。じゃあ、がんはです、ね、ここだけにとどまっているのは珍しくて、やはりよそに飛び火するということが多々あります。血の流れに乗って えー、血行性転移というんですけど、血の中に乗って一番の転移は肝臓。肝臓に行ったら、そのまま続いて肺へ行って、最終的にはこれが心臓へ戻って、全身へまた飛んでいくと。転移しない場所はですね、爪と歯と髪の毛、それ以外、骨も脳も目もどこでも転移します多いのが肝臓と肺です。 じゃあ、リンパも同じですね、リンパ管というのは皆さん、リンパマッサージで、ね、いろいろされると思うんですけども、この全身にあります、めくるめくあるリンパ管の中を、が、え、ん、ー、細胞が悪くてです、ねえー、ちょろ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 流れていって、えー、全身に流れていく、このリンパ管というのは最終的には血液の中に入っていきますので、まあ、血みたいなものですね、散髪屋さんのくるくる思い出してください、赤と青と白ありますね、リンパはこの白やと思っておいてもらいたいと思います、一緒です。じゃあ えーと今回ですね、豊中さんはです、ねえー、そのもの自体は、ある程度進んだものが見つかってきましたよ、血液の検査であ、血の血液の流れで転移は今のところなさそうです。リンパの流れはです、ね、リンパ節転移というのはです、ね、結局はです、ね、最終的にはもう取ったものを顕微鏡で見ないとわからないので、これは今のところわかりません。こういうのを合わせてです、ね、先ほども言ったように、先生、末期ですか。 ステージは言われるんですけども、この段階ではです、ね、まだステージってわからないんですね。よくよく報道とかで,ですね、言動人がステージ4やったとかですね聞いたと思う、聞くと思うんですけども、これは最終的にこの全部合わせて、ですので、手術終わってからお伝えできるかなとは思います。進行がんでありまして、進行した S 状結腸がんであるというふうに診断されました。じゃあ、次にどうするかというと、手術の計画をしていきます。 手術の前の検査、どんな検査があるかというと、えー、血の検査、おしっこの検査をしたり、レントゲンの検査をしたり、あとはですね、心電図の検査、肺活量の検査をして、麻酔に耐えれるかどうか、というようなことも検査していきます。先ほど、まあ、お腹の CT の検査というのがあって、飛び火がないかどうかということも見ていきます。ちょっと話が前後しますが、こんな検査が、外、え、科、ー、で手術を受けなさいといったときには待ち構えております。 じゃあ S 状血腸がんの手術、まあ、この辺でですね、一息入れるんですね、一息入れて、ここまでどうですか、話は分かりますかと言ってちょっとは患者さん、豊中太郎さん、落ち着いてこられてですね、きょろきろしてた目がだん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 僕の方を向いてくれるようになってきています。じゃあ、どんな手術をするかというと、この S 状血腸がん、そんな複雑怪奇なことはしません。このがんがここにできているということがあれば、その前後含めて切り取って取り除きます。 前後を含めて切り取って取り除くと、取り除くときにはです、ね、腸だけをこうえぐり取るんではなくて、実はこのリンパ節というのを取ってくるのが、がんの手術の、えー、必要になってきますので、腸のリンパ節を取ってくると、で、切った後はですね、えー、切った後はこれ,をこれをつなげておしまいというように考えていただいたらいいと思います。昔はですね、僕は研修になった頃三十数年前ぐらいですね。 お腹を開ける手術しかなかったんですけど、最近はです、ねえー、小さな傷でやる腹腔鏡手術のような適用になってきてますので、えー、小さな傷でダメージの少ない方法でできますよ、最近ではさらにです、ね、この腹腔鏡手術が進んで、ロボットを使って手術するようなことも出てきています。今回は腹腔鏡補助科の S 状血腸切除術を予定しておりますということで、いつもお話します。 でここでもですね、こういう手術しますよ、でう大概質問を受けるのが、先生、袋をつけなきませんかということも、患者さんというのは、切実なの問題で、まあ、袋、いわゆるです、ね、人工肛門というやつですね、まあ、見られた方は分かると思うんですけど、体のに直接ですね、まあ、袋といいますか、便を受ける袋、ビニール袋みたいなのをつけるんですけども、そういったことをつけなきませんかと、必ず皆さん、聞きはります。 ただこの S 状結腸がんというのは、先ほど見ていただいている直腸の肛門とはずいぶん離れていますので、いやいや、あの心配ないですよ、と袋を入れらないですよといったところで、またちょっと一安心します。ただ、直腸がんとなった場合には、そういったこともよくよくお話ししていかなあかんかなというようには考えております。さて、えー、と手術の合併症、ここまでですね、えー、と合併症の前にお話しするのは、まあ、診断と治療というところで。 1>, 1番目、病気のことについてお話ししました。じゃあ手術の、えー、手術のことについてもお話ししました。ここまでよろしいですかというようなことでお話ししております。皆さん、よろしいですか非常に駆け足で実際のお話するときは、もうちょっとゆっくり話しするんですけど、今日はちょっと時間の制限があるので、早口になっています。じゃあ、手術の合併症はどんなことか、やっぱり心配ですよね。手術大丈夫かどうかって心配なんですけども。 必ずしも絶対大丈夫という手術はどこにもないです。どんな手術でも危険なことはつきものなんで、いろいろお話していきます。まず一つは輸血のこと。再手術をせなあかん場合もある。緊急で。またまた腹腔鏡手術でできると言っても、回復手術に移行せなあかん場合もありますよというようなことをお話していきます。これでこの三つは,は大腸の手術だけのことでいいでも肝臓でも何でもそうなんです。こんなことがあります。じゃあ次にですね。 えー、大腸がん特有の合併症3つばかしお話していきますまず一つ、方向不全、この漢字見てください。縫い合わせたところが不全、うまいこといかない。先ほど、腸を切って縫うというお話をしました。えー、縫い合わせたあとは、もう皆さんご自身の治る力でひっつきにかかるんですけども、そのひっつく力が弱いとですね、えー、と、ここから中のものが漏れできます。中のものって、すなわち便ですね。 便が漏れできて、腹膜炎になって、具合悪くなって、緊急手術をせなあかんと。時には先ほど、袋という話をしましたが、命を助けるために、一時的な人工肛門を作らなあかん場合もあるというお話をしますし、これが一番多い合併症、癒着性腸閉塞といいます。癒着というのはひっつくことです。何がひっつくかというと、お腹の中にある臓器、小腸であり、大腸であり、お腹の臓器がですね、お腹の中ごそごそ触りますと、 そういったことが起こるということがありますので、この腸閉塞が起こると、何が具合悪いかというと、こう折れ曲がってですね、いわゆるガスも出えへん、便も出えへんと、ひっついてしもうてということになります。そうすると、一番しんどいのは、私や看護婦さんやご家族やなくてご本人ですよと、お腹どんどん張ってきますし、ゲップは出るし、おならも出ない、上からげぼーっと苦い消化液を吐かなあかんということになります。鼻から砕入れられて、時には再手術をせなあかんということもあるかもしれないです。 これですね、いつも必ず患者さんにアドバイスするのは、えー、と手術終わって頑張あの、じっと寝とってあきませんよと、頑張って歩いてくださいと。手術中、僕たち外科医、看護婦、すべて全部頑張ります。手術終わってから、皆さんご自身が頑張ってくださいよと。リハビリです。動くことなんですね。一緒に頑張りましょうということを言います。大概ですね、男性の患者さん、ああ、分かった分かった、動かなあかん言うんですけども、動けへんのは男。 女性はですね、もう、やっぱ女は強いんですね、えー、精査を言うためもうあかん時代ですけれども、やっぱり女性はですね、頑張るわって言ってです、ね、もうお腹こう抑えながら歩いたり、病棟歩いたりしてありますけど、僕があの仕事は病棟へ行って何するかというと、はい、散歩行きましたか、はい、歩きましたかということだけしか言ってないですね。あとはですね、傷の感染ということがあります。 便を扱う臓器なんで、ちょっと傷が生んでしまったりいうことはありますし、まか、もろもろありますけども、あ,あんまり怖い話すると、ここでもちょっと皆さんの顔がですね、遠いので分かりにくいですけども、ちょっとこの辺にシワが出てきてですねえ、ほんまに大丈夫かいなということになるかもしれないので、またこの紙を載せてくださいねというふうにして渡します。 あと、手術の予定はですね、大体1週間前後ぐらいで退院ですよという話をして、まあ、それはもともとの体力もありますけれども、これぐらいで退院して頑張って早く早く家帰りましょうと言ったら、ここで言われる女性の一言、いやー、先生、もうちょっと置いといていいや、と。家帰ったらいろんな仕事あんねんと。いやいや、もう早く帰ってください、と。足に根が入る前に早く帰ってくださいよというようにお話し,します。ならない、負けない、共に生きると。 いいうのが今回お伝えしたいことと最後にですねもう一つ、がんの治療5年後です、えー、5年経って皆さん、何にもなかった豊中太郎さん、良かったですね、じゃあ、もうこれでもうここの定期診卒業式です言ったらです、ね、大会の患者さん、いやー、先生、良かったわと、な、まあ、かあったらまた先生、よろしい頼みますか言うて帰れはるんですけども、僕、笑いながらですね、もういつもですね言うのは、もう。 そんなこと言わんとですね僕の顔なんか二度と見る方がよろしいでと僕の顔を病院で見て挨拶するいうことはがんでしようせなあかん時ですよとなことでいつも笑いながら終わってますちょうど時間になりました私の話終わりたいと思いますありがとうございました